では続いてはこちらです。恋バカ男子恋バカ女子、大好きすぎてやっちまった恋の痛い切ない悲しい黒歴史、地獄を見てしまった恋の黒歴史エピソードを聞かせていただいております。そしてリスナーのみんなとクスッと笑ってあなたの辛い過去をおたき上げしているコーナーでございます。宮城県の直子ちゃん33歳会社員女子からです。福山さんこんにちは。恋バカ特に好きです、このコーナー。私もこの2月に地獄を見ましたのでご承諾ください。あ、最近じゃない。私が長年の恋バカになる相手ゆきとくんを好きになったのは幼稚園時代のことでした。家も近く、通い始めたピアノ教室が同じだったこともあり、すぐに他の子よりも仲良くなりました。そしてキリッとした二重がタイプだった私は好きになり、小学校で4年生の時と6年生の時の2回告白しました。2回ともそういう気持ちはないよと振られました。それでも中学でもう1回告白、その時もそういう気持ちはないよと振られました。その後は友人として過ごしました。高校に進み、私も視野が広がり、ゆきとくん以外の人を好きになり、交際もしました。ゆきとくんも彼女がいた時がありました。それでもゆきとくんとはもともと幼馴染だから、大学、就職、バラバラでも適度に会ってきました。そんなゆきとくんが2月結婚式を挙げました。私も招待され、小中学校時代の仲間11人と出席。そしてなんと私はピアノの生演奏を頼まれたんです。ああ、ピアノ教室がかつて同じだったゆきとくんから、それとも幹事の人っていうかね、そのパーティーやる人からかな。余興で小学校時代の校歌などを歌おうということになり、それならせっかくだからピアノで生演奏がいいんじゃないだろうかという話になり、私が弾くことになりました。司会の方が、新郎のご親族といっても過言ではない、幼馴染の直子さんが演奏してくださいますと紹介してくれて、とても緊張しましたが頑張りました。小学校の校歌を2番3番と無事に演奏、そして合唱コンクールで学年優勝した思い出の中島みゆきさんのファイトを弾いた時、合唱コンクールで小学校の時にファイトを歌ったんだしかも優勝したんだ、すごい。途中でだんだんと、私この人のこと好きだったんだ、ゆきとくんのこと大好きだったんだ、ファイト戦う君の歌を、戦わない奴らが笑うだろう、ファイト冷たい水の中を、震えながら登って行けと感情が高ぶってきてしまいました。そしてゆきとくんの横にいるのが私だった可能性もあってか、いろんな感情がごちゃ混ぜになって、なんだか涙が止まらなくなってしまいました、ファイトでも演奏中ですから手は鍵盤から離せません。でも目には涙いっぱい。そして私の横に立っていた楽譜めくりの式場スタッフの方が私の涙を拭ってくれながら、次には垂れてきた鼻水をかませてくれながら、私は無事に演奏をやりきりました、ファイトその後席へ戻り、小中学校時代の仲間たちに背中をポンポンとされて励まされ、その一人に、直子お前まだ好きだったんだなと言われました。別にそういう気持ちはないとはっきり否定しましたが、私の子供の時からの恋が星になったような気持ちでした。ゆきとくん、いつまでも縦の糸はあなたよ、この糸は私、織りなす布はいつか誰かの傷をかばうかもしれない。ゆきとくん、お幸せに。
草木を照らすのはヘッドライト、ヘッドライト、旅はまだ終わらない。これはもうみゆきさんの歌ハマるね、なおこちゃんに、うん、まあでもずっと好きかもね、うん、これはもうゆきとくんのことが好きっていうのを超えて、はい、ゆきとくんのことを好きだったあの頃の自分を好きなのよ。ああ、そうですね。そう。純粋な気持ちのね。そう。やっぱゆきとくんのことを好きだったあの頃の自分。うん。化粧なんてどうでもいいと思っていたけれど。そうか。今夜死んでもいいから。綺麗になりたい。バカだね、バカだね、バカのくせに愛してくれると思っていたなんて。合うな。全部みゆきさんの歌が合いますね。ぐさぐさ、すごい。まあ、あの、いい話でしたね。うん、ファイト、まあ、ファイトを小学校でみんなで歌ったっていうのがすごいね。うん、先生のチョイスなのかな。でもこれ小学校の、小学校とは書いてないな、でも。小学校の校歌を2番、3番で無事に演奏が終わって、そして合唱コンクール。とか、でも小学校なのかな。でも小学校でさ、うん、私、中卒やからね、仕事を、もらわれへんのやと書いた女の子の手紙の、文字は尖りながら震えている。ガキの細ねと頬を打たれ、少年たちの目が年を取る。悔しさを握りしめすぎた、拳の中爪が突き刺さる。でしょ？はい。私本当は目撃したんです。昨日電車の駅階段で転がり落ちた子供と突き飛ばした女の薄笑い。私驚いてしまって、助けもせず叫びもしなかった。ただ怖くて逃げました。私の敵は私です。ファイトって歌ったんでしょ？そうですね。小学校なのか。合唱コンクールで。またまた中学なのかわかんないけど。すごいね。いずれにしても深い。深い。私男に生まれればよかったわ。もういいよね。入りすぎてるね、俺のファイトがね。まあカバーされてる。カバーしてるけどね。もう全く歌詞見ずに歌えるからね。じゃあ、もうワンカット恋バカいきますか。わ、はい、かりました。マサハル福山。福のラジオ。ツイッターはじめ各種 SNS でリスナーさん同士交流しつつ楽しんでいただきたい東京 FM から発信中、福山雅治福のラジオ。続いてもこちら、恋バカ男子恋バカ女子。さあもう一枚いきましょうね。東京都の国広くん、36歳会社員男子の恋バカでございます。福山さん、恋バカに投稿させていただきます。 OK。 僕が苦労して2年浪人して合格した大学時代の話です。バスケのサークルで同じ年だけど2学年上の美佐子先輩に出会い、僕は一目惚れすることになります。うん、みちゃというのが美佐子先輩のあだ名。僕も5月頃にはみちゃさんと呼べるようになっていた記憶があります。でも先輩には2個上の社会人になった彼氏がいるということで、僕は自分の気持ちはもちろん秘密にしていました。あー、この大学生の頃にその2個上の社会人になった彼氏ってのは超大人に見えるよね。社会人だから、うん、社会知ってっから、はい、そして2個上ぐらいの感じが、その2歳差ぐらいの感じがまた社会人風をすっごい吹かせるから。そうですね。いや、お前らさ、まだ学生だから全然わかんないと思うけど、社会っていうのはこういうもんだよって、ビヨービヨーって社会人風が吹いてくるからね、これ、うん。もうみちゃ先輩なんかもう社会人の彼にもすっごい大人だなっていう目で見てますよ。僕の家は石神井公園でした。
そして先輩の家は月島ですから帰り道は全然別方向だね。サークルの練習や池袋での飲み会が終わればすぐにさよなら。それが寂しかったんですが、ある日事件が起きました。先輩がサークルの飲み会でひどく落ち込んでいたんです。みちさん、どうしたんですかって聞くと、言いたくないと返事。それからも黙っていました。そして店から駅までの帰り、僕は狙って周りから遅れて先輩と二人で歩きました。その時に落ち込んでいた理由をみちゃ先輩は教えてくれました。彼氏と思ってた人がいたんだけど、その人、彼女がいた。私、浮気相手だった。ひどく泣いていました。僕はそれをかわいそうと思いながらも、どこかでチャンスだと思いました。みちゃ先輩、元気出してください、僕支えますから、と言い、その日からサークル終わりは池袋から地下鉄で月島まで送って、それから石神井公園に帰る毎日を始めました。おお、ロングディスタンス結構ロングディスタンスだよこれ。逆方向ですよね、ほとんどね。結構遠いよ。先輩に何時まででも付き合えるようにバイトも辞めました。みちゃ先輩を元気づけるんだという思いと、このまま行けばみちゃ先輩と付き合えるという思い、なんとかお金をやりくりして、でもお金が苦しくなって金融機関で借金してなんとか頑張りました。すげえ、みちゃ先輩借金だところがある日、先輩がサークルに来なくなったんです。携帯を鳴らしても返事もなく、月島駅に行ってもいなくて、毎日探して大学で会えたのは4日後ぐらいでした。あ、月島駅にいなかったの。いつでも探しているよ、どこに君の姿を。横浜の方ですよ、確かそれ。月島駅の踏切あたり、こんなとこにいるはずもないのに。毎日探して大学で出会えたのは4日後ぐらいでした。ようやく会えたとき、みちゃさん、どうしたんすかと僕が問いただすと、先輩は僕にこう言いました。彼が向こうから別れてきてくれた。だからまたちゃんと付き合うことになった。だから国広君には申し訳なくて会いづらかった。この一言は辛すぎました。でも力を振り絞って、おめでとうございます、最後にもう一回だけ、もう一回だけでいいです、一緒にご飯してくださいと言いました。みちゃ先輩からごめんなさいと断られました。それでも僕はすがっていました。次の日も、いつでも探しているよ、どかにみちゃ先輩の姿を、月島駅の踏切あたり、こんなとこにいるはずもないのに。月島駅へ行ってしまったんです。そのおかげでもっと見てはいけないものを見てしまいました。駅の近くでみちゃ先輩を見つけられたんですが、同時にその時彼も見てしまいました。彼は車でした。僕は地下鉄。とてつもない敗北感を感じました。鉢合わせすることになった僕のことをみちゃ先輩が彼に紹介しました。すると彼から、いや本当にありがとうな、ミーがいろいろお世話になったみたいで、本当にありがとうな、ミーが、ミーが、ミチャじゃなくミーがな。こいつはな、ミーっつんだ。ミチャじゃねえんだ。ミーっつんだよ。と言われました。ま、言ってないです。今んとこは僕は盛りました。知らない名前で呼ばれていたことにまた敗北感でした。そして彼は僕に、これ俺やなと言って1万円を握らせました。お金がなくて断れなかったのも悔しくて、帰りの地下鉄で泣きました。でもやっぱり悔しくて、くしょー
こんな金パチンコで全部使い切ってやる、と池袋でスロットをしたら増えました。余計に悔しくなったのを覚えています。そのお金は結局友達との酒に消えた気がします。そうして借金だけが残りました。借金返せなかったんだ。返すのに2年くらいかかりました。しばらくはサークルでみちゃ先輩に会うのはもちろん、有楽町線に乗るたびに思い出して辛かったです。これが僕の恋バカな思い出の全てです。15年くらい経ちますが、今でもはっきり覚えています。だんだん笑い話になってきました。青春してましたね。我ながら青春です。国広、ズバリ言ってもいい？いつでも探してごめん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 、俺が歌いたかっただけだ、ごめんな、ごめんごめん、ズバリ言ってもいい？地獄見たな。見ましたね、長い地獄、ね、これは地獄だね。2年ぐらいね、結構かかる、恋の地獄だ、ね、じゃあ国広には何を送ろうかな。やっぱりこれしかないよね。まさやん、お願いします。これ以上何を失えば心は許されるの？どれほどの痛みならばもう一度君に会える One more time。 季節よ移ろわないで One more time。 ふざけ合った時間よ、食い違う時はいつも僕が先に折れたね。わがままな性格がなおさら愛しくさせた One more chance。 記憶に足を取られて One more chance。 次の場所を選べない、いつでも探して君の姿を、向かいのホーム路地裏の窓、こんなとこにいるはずもないのに、願いがもしも叶うなら今すぐ君の元へ。できないことはもう何もない、全てかけて抱きしめてみせるよ。紛らすだけなら誰でもいいはずなのに、星が落ちそうな夜だから自分を偽れない。 One more time。 季節よ移ろわないで One more time。 ふざけ合った時間よ、もう探しているよ。どっかに君の姿を、交差点でも夢の中でも、こんなとこにいるはずもないのに、奇跡がもしも起こるなら今すぐ君に見せたい。新しい朝、これからの僕、言えなかった好きという言葉。いい曲だな、山崎まさよしさん、ワンモータイムワンモーチャンス。僕もねカラオケでよく歌いますよ、まあ国広くんのねもう一つのテーマソングにしてください。まあ他にもテーマソングいっぱいあると思いますけれども。さあ恋バカ男子、恋バカ女子、あなたの恋の傷をですね、僕と作家今波さんと、
そしてリスナーのみんなでクスクスっと笑い話に消化させていただき、あなたの心の傷、闇をおたき上げさせていただくコーナーでございます。やっちまった恋のお話待っております。山崎まさよしさんで One More Time One More Chance でした。